ダイバーアッズマウスシンドロームとは、スクーバダイビングが原因となって発症もしくは増悪する顎高校周囲組織の疾患の総称。ダイビング中の水圧変化に起因するものと、マウスピースを装着することに起因するものに、大別される。歯の充填物や、膠着材料、根幹、根栓病相、未処置の汚色のほか、重度の歯周病に罹患した歯周組織。 炎症のある上顎洞などに気泡が混在する場合、ダイビング中の水圧変化によってこの気泡に体積変化が生じ、痛みや不快感の原因となる。アマルガムやコンポジットレジンなどの充填物や、インレイやクラウンなど、修復補鉄物の合着材料に気泡が混在する場合、水圧変化に伴う気泡の体積変化によって、劣化が生じ、充填物の破損や、 修復補鉄物の脱離の原因となる。変異封鎖状態が良好な有償技師において、高校粘膜と技師床との間に不適合や調整による空撃があり、ここに空気が介在する場合、ダイビング中の沈降に伴う水圧低下によってこの空気の体積が減少し、技師の過度な吸着を誘発する。ダイビング中のマウスピース装着によって有機される持続的な噛み締め、 休止部の交合指示欠落、化学の前方変異が、顎関節や平行筋群に対する負担となり、顎関節症の発症、または増悪の原因となる。特に刺繍病に罹患したダイバーがマウスピースを持続的に交合保持した場合、マウスピースを交合する歯に過度な負担が加わり、交合性外傷様の症状を発症したり、刺繍病を増悪する原因となる。 特にマウスピースを強く噛んで保持するダイバーの場合、マウスピース装着中の開口量減少に伴って呼吸抵抗が増加し、酸欠や息苦しさ、頭痛の原因となる。マウスピースを交互を保持するための歯を喪失し、ブリッジや優勝技師による欠損補鉄を施したダイバーの場合、ダイビング中に加わる交互力によって欠損補鉄物が破損する原因となる。 不適の著しいマウスピースの装着が、歯肉を損傷する原因となる。疾病や加齢によって、唾液分泌に支障があり、ドライマウスの症状を有するダイバーが、ダイビング中に乾燥したタンクの空気を呼吸すると、ドライマウスの症状が増悪する原因となる。適合の悪いマウスピースや有勝技師は、船酔いなどの悪心を増悪する原因となる。ありがとうございます。